ダリューモン縦型銅鏡。どうもつーです。今回もねやっていきたいと思うんですけども、奈良市にある国内最大の英墳、富雄丸山古墳、4世紀後半の、墳丘から張り出した作り出しの部分で埋葬施設を発見。内部から精緻な模様が施された縦型の青銅鏡と剣身が曲がりくねった蛇行剣が出土しました。蛇行剣、銅鏡は通常円形で縦型のものは類がなく、蛇行剣は長さ237センチで古墳から出土した、鉄剣では国内最大、いずれも国産とみられます。富雄丸山古墳では、国史跡指定を目指し、平成30年度から発掘調査を実施していたそうです。2022年10月、3段に築かれた作り出しの上段から粘土核と呼ばれる粘土を覆った埋葬施設を発見。粘土核は全長約6メートル、幅約1メートルで、内部に木簡があるのも発見。初めて出土した縦型銅鏡は長さ64センチ、幅31センチ、厚さ 0.5 センチの青銅製。意外とね、ちょっと薄いですよね。64センチ、巨人専用の盾としてはちょっと小さいかなって気もしますね。こちらはね、X 線画像になります。背面中央に突起の柱があります。上下に神獣を表す蛇竜紋が円形に施されています。かなりのね、高技術ですね。4世紀後半に可能でしょうか。円の外側にはノコギリ型の巨子紋も見られ、薄い板と鏡を合わせた青銅品、素晴らしいですね。蛇行剣は塚鞘の痕跡から装具を含めた全長は267センチ。国産とされる蛇行剣は85例の出土が確認されていますが、今回の蛇行剣は最大で最高。イメージ的にはね、こんな感じでしょうか。素晴らしいですよね。まあ、ロマンがね、ありますよね。奈良、富雄丸山古墳。
富雄丸山古墳についてね調べてみました。名墳としては全国で最大規模の古墳で、4世紀後半、古墳時代前期後半頃の築造と推定されます。墳径は円形で直径109メートル、かなりね大きいですね。墳丘は三段築成、墳丘外表では埴輪塀などね検出されているほか、墳丘北東側には作り出しがあります。墳丘中央の埋葬施設は粘土額で、内部には割竹型木棺、推定長 6.9 メートル弱が添えられていたと見られます。出土品にはですね、電子出土品として石製品、クワガタ石、合子、管玉、銅製品など、あとその他にもね、いろいろ出土しているみたいで、三角円神獣鏡がね、珍しいようですね。あと埴輪とかも、出ているみたいですね。2022年令和5年1月に成果を発表。木棺を覆った粘土額から過去最大の蛇行剣、その下層から今までに例を見ない盾型道具が出土し、古墳時代の工芸の最高傑作との評価を受ける大きな発見となりました。奈良、とてもね素晴らしいところですね。この近辺には平城宮公園がありました。その他にも歴史で出てくる有名な建築物が多いです。平城宮歴史公園、あとこんなものも。上鍋古墳、上鍋古墳は奈良県奈良市法華寺町にある前方後円墳。先立浪古墳群の構成する古墳の一つで、古墳群の最東端に位置し、最も大きい巨大古墳。右側が上鍋古墳、被葬者八田王女、左側が小鍋古墳、岩の姫の御事、北西にも菱上古墳があります。いずれもね、仁徳天領の妃。上鍋古墳は墳丘の長さが270〜280メートル、高さ 19.8メートル、3つの中でね一番大きい、全国12位となってますね。先立浪古墳群、先立浪古墳群は奈良市北西部、奈良丘陵の南西斜面の佐保川西岸先の地に、所在する古墳時代前期後半から中期にかけて営まれた大和政権の王墓が多く
古墳群、先古墳群とも言います。そしてね、恒例私おつるのぶっ飛び説なんですけども、前方後円は巨人の墓。この動画をね作ってる時、強く妄想してしまいました。前方後円は普通の墓に比べてとても大きい、ですので巨人の骨や武器を隠すには都合がいい。戦後マッカーサーが来た時、仁徳天皇陵を掘り返して日本の秘密をたくさん持っていったそうですが、彼はね巨人を見たのではないでしょうか。大だらぼっち。日本にもね巨人伝説がたくさんあります。まず一番有名な大だらぼっちから見ていきたいと思います。大だらぼっちは日本の各地で伝承される巨人、類似の名称が数多く存在しますが、山や古酒を作った伝承が多い。日立国風土記。平津馬屋から西へ1里2里ほど行ったところに丘があり、名を大久志という。大昔この地に人がいた。体は極めて長大で、丘の上にいながらにして手は海浜のうめきを掘り起こしてしまう。それほどの巨人であったようですね。その巨人を食べた貝の殻は積もり積もって丘になった。大量の貝が朽ちていた意味を持ってこの丘を大朽ちと呼んだが、それがなまって今は大朽ちの丘という大朽ち貝塚、現在の茨城県水戸市塩崎町。巨人の足跡はおおよそ長さ40歩余り、幅20歩余り、一歩1メートル、そして長さ40メートル。でかい。大朽ち貝塚、気になりますね。私も以前から持っていたんですが、貝塚の貝殻ってすごい多いなと。博物館や教科書の写真に出ていますけども、一つの村でねこんなにたくさん出るかなと思って、もしかしたら貝塚って、巨人のゴミ箱みたいな。まあ当たり前ですけども、巨人なのでねやっぱり食べる量は半端ないはずだと思うんですけどね。あと大だらぼっちの伝説で面白いものが一つ。浅間山兄が自分より背の高い妹の富士山に嫉妬し、土を自分に分けろと言った。富士山は了解し、大だらぼっちが自分の前掛けで土を運んだ。しかし浅間山は土の量が足りないと怒り、彼を叩いた。その際にこぼれた土が前掛け山となった。怒り出した浅間山はついに噴火してしまった。まあ、ちょっとね面白い伝承でね、なんか笑っちゃいますよね、ほろほろとして。
たくさんあるダイタラボッチの伝説ですが、全てね彼の伝説とは思いませんよね。他にも複数の巨人が存在したと考えられます。そしてこちらは皆さんもよくご存知のイザナギとイザナミ。アムロの僕を持って爽快を探るの図、右がイザナギ、左がイザナミ。この2人もですね巨人だったのではないかと言われています。アマテラスヤッサの月読みと多くの神の不信であり、神武天皇の7代前の先祖とされています。とするとですね、代々続いていた天皇家も巨人だった可能性が高いですね。ですのでね、前方後円墳とてもね匂いますよね。皆さんの目にはどう映ったでしょうか。ラストはこちら。世界にはね巨人に見える山々があるようです。巨人の最後は山や石化するというね話もあるみたいですね。まあですね、目の錯覚と言われたは、それで話は終わりなんですけども、偶然でねここまでなるかなと思いますね。ではそろそろお時間が来ましたのでお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。